ドラゴンクエストウォークのお時間、お久しぶりでございます。ギコちゃんです、よろしくお願いします。今日も例によって上野公園に来ておりますが、メンバーはこちら、ベベン、勇者、ノッチン TV です。ノッチンさんです。デデン、チン手巻き TV 代表手巻きです。あれ映ってるかな、ちょっと待ってね。暗いな、あれなんだろうこれ。あ、映った。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、バナニキチン、やめろ、ユキリンのだよそれ。じゃあ、ということで今日はまったり楽しんでいきましょう。私は特に何も企画考えてないんで、この4人で普通に歩いてる映像を撮っていきたいと思います。よろしく。最近スマホゲームやってないぞ、イエーイ。あち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 、暑いよ。一人普通の湿地じゃないもんねこれ。じゃあ一緒に冒険するしますか。だっけ、はい、どっからでしたっけ。一緒に誰か部屋建てるんですかね、まあ、メニュー誰が作りますか。じゃあ適当に作りますよ。いいですか。結成する、道をえ、皆さん、道をえ、道をえ、道をえ、これ入れる感じ。道をえですか。道、カタカナ、え、ひらがなです。ひらがなです。はい。あ、来た合言葉ね、入れてみんな参加してもらいます。できた。へえ、足かゆっ。おー、いい感じ。手巻きさんとバナナさん来たね。お、入った。お、来た。で、出発するかな。そうですね。出発するなんてことあります。あ、リーダーがある私あるので、出発するボタンって、はい、じゃあ行きますよ。はい、出発進行。どうなるんだ。荷物が入ります。おー、あと行け。おーほーほー、なんか2人女いるけど。おかしいな。レベリングパーティーの終わっちゃう。なるほどね。帰れるんだよ。なんで黒ギャルなんだよ、そもそも。さあ、ギガンテスがなぜか始まってしまいましたけども。なんでギガンテスなんだろう。おお、ブラックドラゴン用パーティーでギガンテスに挑んでいく姿。俺も死んでる。死んでる人がいるよ。ここ入るな、いいよ。意外と入りますね。意外と入るじゃん。バキめっちゃ入る。そう。ギガンテスと別。まあ、ジバリアもそうだ。おー、これ1位いただいたんじゃないですか、なぜかこのギガンテスで。この後ブラック…何？俺の画面って持ちたいし。何？やばいな、あ、その順番か。みんなスマート入ってんだ。レッドブルパじゃないですか、ちょっと。レッドブルパやばい、しかもだってすごいダメージが。編集めんどくさいんだよ。ちょっと待って、もうバツ3人。じゃあ俺死にますからね。全滅はやばい。これやばいわ。違う、こんな強かったっけ。書いてあって絶対ないです。あ、ノッチンさん1位だ。ギガンテスも一緒に冒険して実装するようになったのかな、この強さ。あ、昔そうなってた。確かに4強かったっすよ。ちょっと最後のババッと抜かれた気がしますけど、多分 J の画面で俺ギガンテス。どうだどうだ、3人スタンスだからね。 S こい、 D ランク D。 はは、ひどい。おぉ、え、おぉ、おぉ、さんすげえ。ちょっと待って、マキさん、おかしいな、おかしいな。導かれまくったんですけど、俺めちゃめちゃ飛んでたね、感じだけど。これないっす、ないっす、いないっす。バナネキいないっす。まだ気にして、気にして今回のメガボンバトルいきます。ルールなんですけど、はい、まあ、今回ね、ブラックドラゴンがいるということ で、はい、で今回のルールは武器をじゃんけんで選びたいと思います。ドラフトということで、じゃんけんで勝った人から武器を選べると。で、回収勝った人は次は武器は4番目に選べる。今回はそういう感じで総合力勝負でおっしゃいきます。じゃあ最初はブッ、じゃんけんブッ、ゴー。じゃ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 ってことは俺4か。4番です、私4番。逆にいいかも。4番、5番回復取りやすい。最初はグッ、じゃあグッ、ポイ。よし、おー、俺責任重大じゃん、これ無突。何突ですか、それか。無突ですね。あ、絶対取り手やねん。倒して、じゃあグッ、ポイ。あー、まあ、
バナナさん、手巻さん、ノッチンさん、ゲイコちゃん。で、次がヒコちゃんさん、ノッチンさん、これ。おい、そんなの。世界中課金じゃん、これ。30万円。それが今回は使え？やめろ。ゴッドスマッシュでお願いします。クリスタルクロード、クリスタルクロードでお願いします。これはじゃあ天空の剣ですね。はいはい、天空ね。はい、私はデスピシャル。まあそうなりますよね。どっちで次もかい。次がサンドルの杖。おお、じゃあ俺は蘇生の杖。おお、いや、本じゃないっすよ。フレフレフレバロックエッジで。こんなっすね。すごいな。断鉄丸でじゃあお願いします。プロの剣で、あえて俺はドラゴンドットできますか。王家のレイティア、聖女のコン、タンガタタマホクで出た。最後にこだわりから、はい、皆さん行くぜ、勝負。やーっぱプロも、お酒白いのもいいですね。さあ急に静かになった。はい、はい、ブレードのモーション。ごめん。ゴッドスマッシュも強いな。いいぞいいぞ。本当はもうヘナトス。いや、クバハフか。やべ。ヘナトス、クバハフ来ないの忘れます。レッツゴー。しかしなこれ。結構さ、長くなってほしいな。おれ。どうや。ブレーキの前なんていつぶりだよ。あ、強っ。強っ。これくらいはいいよ。意外と速そう、これ。速いな。意外と速いかも。これ早いぞ。ちょっと待って、ドラゴン切りしねえし。止めろ。ほら。早くも止めないで。さあ、もう強いぞ。強いぞ、これ。これ。デスバンク強っ。デスバンク。4000。やべえぞ。デスバンク強い。ゴッドスマッシュ4600でしょ。強い。いやー、コースで行かないから。やっぱ剣の前つかんだな。強いじゃん。いけ。うわ、これエグいぞ、デスパンク。いいぞ。頑張れ。行くしかないな、もう。少し。死んじゃう。全滅はしない、これは。よう、止めた。あ、危なかった。一点アップが止まった。いや、エアブレードの上。いけんで、これ。うわ、あ、許してください。よし、勝った。勝ったはエグいね。あ、いけ。頑張れ。いけよ。やばい。おっしゃ、なんか4位連れてる。どうなってるこれ。どうなってる。よしよしよし。どうなった。行動が。いいか。これいけるよ。心さっさと飛ばしてみんな。どうした。オッケー。いい。うせー。よっしゃ。マジかよ。これはでかい。普通に嬉しい。1個目だよ、これ。しー、中途半端。そして、頑張って。チャンピオン。あー、3位だ、俺。誰マネーラー、2位だ。マナさん、マジか。すごい。えっくいな。えっくいな。イエス。というわけで、イエス。1位バナナさん、はいはい、2位が私、はいはい、3位テマさん、はいはい、そして残念なことに、すでに 33% の支払いを決定した。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。3位っていいですか。銀座。3位、メラブレードが弱かった。メラブレード、なんで余計少ないかって。雲の剣が良かった。ちなみに3000以上出た人誰ですか。僕ゴッドスマッシュ出ました。あ、私も出ました。あのデスバングで。デスバングでルカに当たった。あとはムキンさんはあれは天空出てます。まあまあ、あそこら辺がビッグバンソー。みんな1分まで取ったやつはちゃんと出てるんですね。なるほど。この馬があと2試合ですよね。この調子で2試合目いきますか。行きましょう。楽しいよ。さあやめろ。何しようとしてんだ。何の因を組もうとしてさあ、ということで、はい、第2試合目やっていこう。じゃんけんからか。そうね。よし。いや、もう一戦目ほどの緊張感はちょっとないですね。ないっすけど、楽しみたいモードにもなってきましたけど、はい、第1位取ったしな。まあ今回はじゃんけん次第の世界中ね。いや、そうかな。浜田さんからみんな世界で4突なんで、僕は最下位が勝った瞬間、やっぱり確定しますよね。ドラクエじゃんけん、じゃんけん、ポイッ！よーし！今度こそ。先に、あのダメな2人。あ、そうですね。じゃあ行きますよ。何出します？グー！グー、オッケー。じゃあカード出す。いいっすよ。
ドラクエじゃんけんじゃんけんぽい。あ、まあでも4番目ドラクエじゃんけんじゃんけんぽい。よー、ついに来た。これはやばいな。これはやばいっすね。これはテスプサロンスだ。ドラゴンロット。あ、やべえ、天空があったか。天空のセットです。やべえ。メタスラの槍、プラチナウィング。2、1、スタート。どうだ、これはすごい勝負になりそう。頑張れ。犬が悪夢の予感。いや、俺、持ってんだけど。本当だ、持ってんだけど。待って、みんな早くない？ちょっと、ちょっと始まったぜ。危ない、危ない、弱え。弱え。あれ、タイガークローして、俺。え、ちょっと待って。止まんないか。まあ、2ターン目でいいな。止めんな、2ターン目でいいな。弱いなぁ。これは、決まったか。え、マジで？なんだ？なんか自信満々の言葉が聞こえた。俺は頑張ったな、一旦。おい、うざっ、やばっ。え、俺まあ一旦終わんないんだけど。なんでこんなことになった？あれ、まあ、なんか俺まあ一旦終わんないんだけど。え、何が起こったんだ。え、こんなダメージ。あ、これ何、これダメって。やったこんな減った。え、何が減った。こんなとこまで減った。え、闇のブレスじゃなくて。闇のブレス食らったんですけど。はいはいはい。闇のブレス2回食らった。え、そういうこと。2回食ってますか。ちょっと回復しねえ、こっちやばい。これは回復ねえ。やばいぞ。これ行くよ。ぐだると滅び去ってしまうからね。あかんよ。死ぬ。え、なんで闇のブレス2回とかあったっけ。なんでこうなった。なんでやばいってこれ。あるよ。あるっすね。止めた、危ない。危ねえ。危ねえ。九州に一丁だよこれ。ちょっと頼むよ。なんでいや、こういう状況ですね。わーっと8だ。やばいじゃん。頑張れドラゴン。いや、やめろ。頑張れ。どうなるか思いして。闇のブレス、なんやねん、マジで。2連続か。1等も2連続とかありましたっけ。頑張れ。いや、みんな1等多いな。俺1等少ねえわ。よし。俺ちょっと止めてた、死ぬのがあって。いやー、死んじゃ。危ねえ、ありがとう、誰か倒してくれた。危ねえ。みんな4体いったでしょ。4体もいきましたよ。俺3体もあった。やばいそれは。そして心は D。 止めてた。C。 D。 いやー、止めなきゃよかった。そうっすね。あー、おっと、待って俺入ってるぞ。あれと、これはやった。いねえじゃん。いいな、よっしゃー。よっしゃー。2、やばい、さすがに。これはみんなに圧倒ですね。ダメっすわ。次はラスト。ラストですね。到着したけど倒せんのかこれ。残り2分。残り2分だよ、2分。やめろ。本当にやめろ。やばいっすよこれ。もう2分はやばいっすよ。2分はやばいっすよ。ケマさん1番入ってくれました。ありがとうございます。手形。ナイスです。ナイス。あと15秒。やめろ。本当にやめろそれ。1位取るぞ。2、1。残り何分なのこれ。残りは早いよし、のっちんさんがどうなるかが楽しみ。いけ、やっちまえ、やっちまえよ。頼む。これ1分でまず倒せるの。いや、いけますよ。頑張れ。いけ、まあまあかな。あと1分。やめてくれ。ちょっと嫌な予感。いや、これもう死んでもいいよ俺は。死んでもいい。死ならもろともでいく。あ、でもあと半分よ。意外といける。ギリギリ4人で。マジで走って滑り込んで残り1分半。こんなに激アツなバトル。いけるよ。閉まってないね。死ぬよ俺これ。30秒。あと30秒。いけるか。めっちゃ良かった。ゴッド。お前がゴッドだ。死んだ人がいるよ。彼足りないよ。どうすんのこれ。あと20秒。あとちょっと。やばい。闇のブレス剥奪だ。15秒だよ。あと15秒。やばい。何だか倒した。倒した？どこ？うわ、倒した。これ嫌な予感するな。頼むよ。俺これ負けたよ。これどうなんのこれ。
しい。さあその結果は、ああだ、あれあれ、番組おかしいでしょこれ。絶対俺最後殴ったんだけど。のっちさん3位だ。ありえないでしょ、これ計算されてないっすよ。そして私4位でした。絶対計算されてない。てか俺2位結構すごいやつか。あ、確かにすごいかもしれない。メラで、メラで、メラで頑張った。そうだよね、メラでに最後多分定食されてない。ちょっと待って、静かな喜びがすごいわ。絶対定食されてないよ。すごいよこれ。お金下ろしといてよかった。はい、ということで今回の、私は締めさせていただきます。今回上野公園で WithD4 ってことで、ちょっとみんなで冒険でしたっけ。一緒に冒険、一緒に冒険をみんなで楽しませていただいたプラス、バナナさんの企画でブラックドラゴンの、ドラフトダメージレース今日は楽しんでいきましたが、皆さん楽しかったですね。ありがとうございました、本当企画していただいて。そして手巻さん、なんだかんだ1位やばくないですか。いやはい、ありがとうございます。え、誰がナウマンボーグだ。いや、言ってない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 。このように何か言われないと名前反さないよ。はい、ということで皆さんありがとうございました。ありがとうございます。のっちんさん最後1位残念でした。いや、これ絶対反映されてない最後。計算が俺だけ遅れてたから。遅れてた、回転だわ回転。引退、引退はしないですか。いや、タクトやります。あ、タクトやる。はい、ということで皆さんもぜひぜひ楽しんでみてくださいね。というわけで以上、キコちゃんでした。バイバイ、バイバイ。とりあえずお疲れ様です。お疲れ様でした。うまっ。